犬八正体嫌われる勇気第2夜、うん、前編前編二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ということで、うん、今日は嫌われる勇気第2夜、うん、の前編前編でございます、はい、要は第1夜の時にフロイトの、うん、原因の、うんうんうん、まあ、トラウマとか、うんうん、でトラウマがあるでしょと、うん、人は過去にこんなことがあったから、うん、今がある、うん、だからしょうがない、うん、っていうのを青年が言います、うん、すると鉄人は、うん、いや、うん、アドラー心理学ではそれを否定すると、うんうん、目的であると、うん、なのでその例えば引きこもりっていうのも、うん、過去に傷ついたから引きこもったんじゃなくて、うんうん、傷つきたくないから引きこもってるっていうことですよね。あ、っていう傷つきたくないっていう目的があるから引きこもる、うんうんうん、なのでその例えばウェイターに水をかけられた時に怒鳴る、うん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 、これも怒ることで目的を早く達成できるから、うんうん、謝られるとか、うん、まあ、ストレス解消とかですよ、はい、っていう全部が目的だよ、うんうん、全てが目的があるからそう行動している、そう行動しているっていうことを言われて、青年はあーって言って帰った第1夜に対して第2夜でございます。日が経って青年がまた鉄人のとこに訪れまして、例えば自分のことがそんなに好きじゃないっていうのも、あなたはそう思うのが目的みたいなことになるっていうのを、青年がその、うん、そんなこと本当にあるわけないじゃん、うんうん、いろいろ家に帰ってよく考えたけども、うんうん、そんなことあるわけない、うん、自分のことを好きじゃないなんてよくないことを目的にしてるわけないじゃん、うん、で青年は来るんですよ、うん、っていうところから始まります、うん、第2夜、うん、そうすると鉄人は言います。自分を好きにならないでおこうとあなたは決心してるんですと。例えばその赤面症の女性が前僕のところに来てまして、それも全部その赤面症の女の子が赤面であるのもそれを目的にしているから。なぜなら赤面症でいることで、例えば好きな人がいたときに、いや私は赤面症だから彼とうまくいくわけがない、うんうん、っていうことで赤面っていう症状を作り出しているんです、うん、みたいなことを、赤面症を言い訳にするってことですよね。赤面症だから告白できなくてもうしょうがないよねって、赤面症を言い訳にして行動をしないみたいな、ね、フロイト的にはそういう感じではなくて、うん、フロイトじゃない、アドラー的、あ、僕の受け取り方はそういう感じでしたけど、アドラー的には、うんうん、トラウマを利用してる、うん、彼女が赤面という症状を必要としているから、うんうん、そうなのでその赤面を理由にしてる。赤面であろうがなかろうが告白はできるわけじゃないですか。あ、私のここの捉え方、この人が言いたかったのは、うん、赤面っていう症状もあなたが作り出しているから、うん、私が直してあげようかっていうと、うん、あ、なので僕はその赤面っていうのもを利用してる、作り出してるっていうのはそのそういう利用してるみたいな感じの受け取り方。あ、私の受け取り方はなるほど、うん、なるほど、で私の受け取り方は今は、うん、この先生、うん、鉄人は、うん、ちょっと違った受け取り方をしています。うんうん、あ、だから告白しようと思った時には、うん、じゃあ自分で赤面症も治るものだと思ってますっていうことが言いたいんだなって。この緊張じゃないですか、赤面って。緊張すると顔が赤くなりやすい人とかっているじゃないですか、はい、それってもう体質的なものなので、緊張しないようにできることができれば赤面は治るかもしれないですけど、告白するのとはまあ緊張しますよねっていう。なのでその赤面を理由にして動かない理由を作ってるだけっていうことを言ってるんじゃないかなと僕は思ったんですね。なるほど、あ、なるほど、うん、
ここで、これもまた M8 正体です。あの、で先生は、ちょっとこれは黒字じゃないんですけども、先生はこんなこと言うんですね。いや、赤面症くらい簡単治るよと。本当ですか？でも私治しません。なぜ？だってあなたは赤面症があるおかげで、自分や世の中への不満、うまくいかない人生を納得させることができているんですと。それは赤面性があるせいだと。でも私が赤面症を治して差し上げたとしても、それでも事態が何一つ変わらなかったら、あなたはどうしますか？多分その時はやっぱり赤面症に戻してくださいって言いに来るでしょうと。だからこのアドラー的には赤面症すら、その体質でとかじゃなくて、あなたが作り出しているものっていう、まあ、そこの受け取り方が僕はまた違うな。私はだからその赤面症とかもすら、例え話をしてるかなって僕は思ってるんですよね。赤面症ぐらい治せますよっていうのは、まあ例え話、治るか治らないかだけど、治したところであなたは行動しないでしょ的な、ここではじゃあ受け取り方はお任せします、はい、受け取り方はお任せします、で、要は、話を赤面症から戻すと、要はこの青年っていうのは自分のことが嫌い、で、自分のことが嫌いっていうのも、そんなこと俺が、そんなこと私、青年が目的にしてるわけないじゃん、っていう話をするんですけども、いや、あなたは他者から嫌われ、対人関係の中で傷つくことを過剰に恐れている。だからあなたの目的は他者との関係で傷つかないこと、だからその目的があるから、その自分のこと嫌いにならないって決心しているっていうことですよね。あ、自分のこと好きにならない、好きにならないようにでおこうって決心しているってことなので、まあそういう、まあ、この辺傷つく、何を恐れてるかは分かんないですけど、まあ、僕も、はい、だけど、まあそういうふうに、例えば赤面症の子が告白できない理由として赤面症を使ってるようにっていう目的を作ってるように、この人は自分を好きにならないでおこうっていう、自分は嫌いだっていう目的を作ってこれもに M8 ですと、赤面症を置いときましょうか。あ、その例えですよ。赤面症はちょっと置いときましょう、目的を赤面症置いた方がいい、これごめんなさいね、まあ、僕としてはあった方がいい。あ、そうなんですか、その例え話じゃないですか。目的がある、目的があるっていうか、ここの他者から、まあ、自分が気づくことを恐れてるために自分を嫌いになっておこうって決心している、自分を好きにならないでおこう、自分が嫌いであれば傷つかないってことですよね。傷つかないために自分が嫌いっていう理由か僕はあんまり分かんないですけど、でこれ私は若干よく分かるのは、要は人も僕のこと嫌い、だって俺も嫌いだもん、分かってるよ、でやれば傷つかないってことですよね。で、要は自分も知ってるよっていうフィルターをつけておけば、傷つかない、要は、分かってることだから、だから傷つかないんじゃなくて、分かってる、から傷は和らぐ感じですね。で、まあ、それとこう赤面が一緒かなっていう、告白してら怖い、あ、告白して振られたら怖いから告白できないように赤面っていうのを理由にしてるっていうのが囚われですよ。囚われじゃない、トラウマを利用してる。まあ何か、まあ多分赤面じゃなくてもいいんでしょうね、赤面じゃなくてもいいと思うんですよ、ね、例えばなんか何ですかね、まあ、例えば僕どこかにほくろがあるとか、ほくろがあるとか、例えば僕が何か、あ、例えばお金持ちになりたいけど自分にはそんな才能がない、はい、みたいなのって、こうだってもうそんないい大学も出てないし頭もそんなに良くないからみたいな、孫正義にはなれないよねみたいな、っていう孫正義にはなれないみたいな目的をなので、もうそもそも諦める理由としてこう作り上げてるっていう、ちょっとよくよく出てきます、あとあと出てきます、あとあと、はい、多分ここで言うその、自分を好きにならないでおこう、
っていうのはその他者との関係で傷つかないことです、うん、でその目的はどうやって叶えるかっていうと、うん、この回答、うん、この回答では、うん、自分の短所を見つけて、うん、自分のことを嫌いになって、うん、で対人関係、いや自分のことが嫌いだから、うん、対人関係に踏み出さない、うん、あ、なんか引きこもるって話ですよね、っていう殻に閉じこもっておけば、うん、誰とも関わらずに済むし、仮に他者から拒絶された時の理由付けにもなる、うん、あ、これは私が言ったことですね、だから赤面書も一緒かなって、自分が嫌われてるから、自分が赤面書だから告白できないっていうのは、もし告白したら振られるかもしれないっていう恐れを隠すために行動できない理由として赤面書っていうのを作り出してるっていうのは、本当に赤面書かどうかじゃなくて、はい、誰も気づかないレベル、自分が赤面書って思ってるレベルでも赤面書だから告白できないみたいな、そこはじゃあそうかもしれません、はい、っていうことじゃないですかね。行動できない理由、まあ、引きこもる理由を作り上げてる、それはこう好きにならない、自分のことを好きにならないっていうことで引きこもる理由を作ってるってことですね。そうはそうですね、はい、で赤面書もそうやって自分のことを好きにならないって話じゃないですか。こんな私、赤面する私なんて振られるに決まってる。そうですね、まあ、なので、まあ、それが作り出したのか、うん、本当そうだったのかはまあ別にして、うんうん、はい、でまあ、そこ作り出してるというか本当にそうなるかどうかどうでもいいと思うんですよ。本当に赤面するのかどうか、はい、でそんなにそれは結構後の方に出てきます、うん、あ、では結局、うん、気にしてない、誰も見てないよっていう、誰も、そう、自分がそうやって感じてそれを理由にしてるだけっていう、あとで出てきます、うん、で、まあ、要は悩みってそういうことだよと、うん、でアドラーは言いますと、うん、悩みを消し去るには、うん、宇宙の中にただ一人で生きるしかないと、うん、しかしそんなことはできないと、うんうん、で、まあ、悩みを消し去るには宇宙の中でただ一人で生きるしかないっていうのに対して青年は、うん、いやちょっと待てと、うん、一人でなんて生きていったら猛烈な孤独に襲われるでしょ、うんうん、って言うと言います。いや、孤独を感じるにも他者を必要としますと、うんうんうん、今回のこの話、うん、実はこの副題として、うん、全ての悩みは対人関係であるっていうのが出てきます、うん、要は孤独っていうのも他者があって初めて感じることで他者を必要としますと、うん、でなんで人間の悩みは全て対人関係の悩みである、うん、これ結構有名ですよね、うん、で内面の悩みっていうのは存在しない、うん、内面の悩み、要は僕、うん、なんていうの、本来の悩みって言うんでしょう、うん、悩みが先にあるんじゃないんですよね、うん、だから対人関係があって初めて悩みはあるんだよ。あ、まあそうですね、太ってるみたいなのも人がいなきゃ太ってたらっていう、そうなんですよ、どうでもいいんですよそれは、うんうん、なんで人がいて初めて悩みが存在しますと、うんうんうん、で、まあ、ちょっと太字じゃなかったんですけども、うん、まあ、劣等感っていう説明が出てきて、うんうん、劣等感っていうのは自らへの価値判断のことであると、うん、で劣等感ではなかったっていう話は、うん、要はこの中で出てくるこの鉄人は155センチしか身長がない、うんうんうん、でそれをすごい気にしていたんですけども、うんうん、それをすごい悩んでいて友達に説明したところ、うんうん、え、そんなこと気にしてたのみたいな、うんうん、いやいいじゃんそんな威圧感ないしさ、うん、すごいフレンドリーでいいじゃん、うんうん、と哲学者は、うん、悩んでいた、哲学者がちっちゃかったので、うんうん、哲学者はそれを悩んでいて、うんうんうん、でもそうやって友達、哲学者の友達にそんなの関係ないじゃんって言われた、うんうん、で要は劣等感、うん、初めこの哲学者が劣等感と思っていたものは、うんうん、問題はその身長について、うん、私、哲学者がどのような意味付けを施すか、うんうん、どのような価値を与えるかっていうのでそれが決まるよと、自分自身が身長が低いのはかっこ悪いってい価値を価値をつけるっていうことで初めてそれが劣等感になるよと、うんうんうん、我々を苦しめる劣等感っていうのは客観的な事実ではなくて主観的な解釈だと、うんうん、客観的にはその先ほどの赤面も背が低いっていうのも客観的な事実ではなくて
主観的な解釈だよと、うんうん、で、まあ、これもまた太字じゃなかったんですけども、価値とは社会的な文脈で成立しているものだから、うんうん、いやダイヤモンドもお金も人がいなかったら、うんうん、価値はない価値はない、うんうん、あのお金で鼻かむよねみたいな話がしてあります、うんうん、で要はあと人間は優越性の追求っていう話になっていきます、うんうん、人より優れていたいって話ですよね。そうです、この劣等感っていう話から、うんうん、要は優越性の追求をするよと、うんうん、要はその向上したいと願うっていうのは、うんうん、優越性の追求だと、うん、で人はその理想に到達できていない自分に対して、うん、まるで劣っているかのような感覚を抱きますと、うん、でそれは、劣等感っていうのと、うん、劣等コンプレックスっていうのがあるっていうのが急に出てくるんですね、うん、これちょっと覚えています、うん、で劣等コンプレックスっていうのは、うん、複雑に絡み合った盗作的な心理です、うんうん、なんでこのよく日本人はコンプレックスっていうのと劣等感っていうのを同列に使っているけど、それは違うよっていう話をしていくんですね。では劣等コンプレックスっていうのは自らの劣等感をある種の言い訳に使い始めた状態なので、劣等感とコンプレックスは違うっていう話ですね。低身長だから俺はモテないんだみたいな話ですよね。そうですね、よくある、はい、でそれは要は主観的な解釈だよと、うんうん、っていうのが劣等コンプレックスっていう、はい、で劣等感っていうのは言い訳にはしてない状態ですかね。何ですか、ね、アトラーは言いますと、うん、まあ太字じゃないんですけども、うん、優越性の追求も、うん、劣等感っていうのも悪くないと、うん、要はその向上しようみたいな、健康で正常な努力と成長への刺激っていうのは、なんで劣等感は理想へ、うんうん、自分の理想に対する劣っているっていう気持ちなので、うんうん、それはあってもいいと、まだまだ足りないって思うのは大丈夫、自分、うん、比べているのは自分、うんうんうん、だけど劣等コンプレックスっていうのは何か、うん、それを言い訳に使い始めて何もしなくなるっていうことを言い始める、うんうん、で、出てくるのは見せかけの劣等、見かけの因果律っていうのが出てきて、要は本来は何の因果関係もないところに、うん、あたかも重大な因果関係があるように自らを説明し、うん、納得させてしまう、うん、例えばその A だから B できない、うん、A さえなければ私は有能であり、うん、価値があるのだ、うん、で言外に暗示し始める、うんうん、よくありますね、はい、でまたこの劣等コンプレックスとはまた別で、うんうんうん、優越コンプレックスっていうのがあるよと、うんうんうん、いやこれはあたかも自分が優れているかのように振る舞って偽りの優越感に浸ると、うんうん、まあ、ありますよね、はい、こう人をけなして自分が上に立つみたいな感じですよね。そうですね、これは偽りの優越感、うん、根底には劣等感がある、うんうん、なんでもし自慢する人がいれば、それは劣等感を感じているからに過ぎないと、うんうんうん、で例えばその中には形を変えて不幸自慢っていうのもあるよ、うん、要は不幸であることによって特別になろうとして、不幸であるという一点において人の上に立とうとするっていう人もいるよと、いますね。でこれは自らの不幸を武器に相手を支配しようとすると、でちょっとまあ余談として、人間の文化的に一番強いのは赤ちゃんだよ、うん、誰からもコントロールされないで自分はコントロールする、うん、みんな構ってくれますから、ね、もう泣けば何かするじゃないですか、で一番強いのは赤ちゃんだと、うん、っていう話がありながら、うん、まあ、こういう人たちは不幸自慢する人とかは永遠に不幸を必要とします、うんうん、不幸がないと人をコントロールできないから、俺なんてみたいな感じで、そうですね、で考え方としては、うん、同じ平らな地平に前を進んでいる人もいれば、うん、その後ろに進んでいる人もいるよと、うん、誰とも競争することもなく、うんうんうん、ただ前を向いて歩いていけばいいと、うんうん、健全な劣等感とは他者との競争で生まれるわけでなく、うんうん、理想の自分との比較から生まれますよと、うんうん、我々は、うん、同じでないけど対等であると、うんうん、で今の自分より前に進むことが価値がある、うん、
ただまあ初めに言ったその全ての悩みは対人関係っていうのは、対人関係の軸に競争があると人は対人関係の悩みから逃れられず、不幸から逃れることができなくなると。で他者全般のこと、ひいては世界を敵に見なすようになると。これちょっと私っぽいです人と比較して、で他者の幸福を私の負けであるかのように捉えるから、これちょっとすごい出てくる、ね、出てくるワードの。要は人々は私たちの仲間なのだと実感できていれば、世界の見え方は全く違うものになります、っていうのが第2話の前半。要はここでまた青年がムキーってなって、綺麗事言うなと、で原因論を持ち出すっていうのが、後半第2話の夜更けつながりつながっていきます。アドラー嫌われる勇気、嫌われる、この後で、横で見ていた我々がちょっと今回のワードをちょっとピックアップして、キャッキャッとやりたいと思います、はい、やっぱり、1回のセミナー、1冊の本を読んだかのような、まあここの前半だけで、第2波の前半だけでもいろいろなパワーワード、1回分のセミナーはありますよね。ありますね。ありがとうございました、後半も、何卒よろしくお願いします、ありがとうございました。ありがとうございました。